はい、どうも皆さん、こんにちは、レオでございます。というわけで本日も新レオクレやっていきたいと思います。というわけで、前回ブランチマイニング場を作りまして、ダイヤモンドをゲットするおのみを解除しました。そしてね、ちょっと裏作業をね、パート1投稿した日にね、やったんですよ。こういう感じでね、村を柵で囲って湧き潰しもしました。あと、まあ上の畑とか、そこの畑、牧場を壊したりとかして、ました。あと、ちょっと、半壊してるけどね。もう家はね、多分、全部ね、多分家は壊すと思います。もっとね、村を、この、範囲をね、有効的に使いたいので。そしてですね、今日はここら辺の空いた土地にですね、植林場を作っていきたいと思います。いつもよろしくお願いします。さてさて、ブランチマイニングでめちゃめちゃ手に入れたこれがあるからね、これ使っていこうか。これってなんかクラフトできるけど、見た目そんな変わらないか。さてさて、作っていきましょう。じゃまずね、枠をね、作っていきたいと思います。どっからにしようかな。ここら辺から作ります。こうなって、こういう感じにしていきたいんよね。だから、どっちかっていうと、中のこういうのを作っていこうか。で、この5マスを10列は多分無理だから、8ぐらいにしよっかな。とりあえず置いていこう。こんな感じですね。これであと埋めていく感じです。結局なんかこれでやってみようと思うけど、結構変わるね、雰囲気。ミスったー。レンガなったんだけど、これ。罠すぎるやろ。いい感じに敷き終わりましたので、こっからね、制限ブロックというものを設けたいと思います。これ、統合版で意味あるか分かってないんだけれども、まあ、Java と同じでやりたいんだけど、こういう感じでね、多くの木を植えるつもりなんだけど、こうやって、もうこんな複雑な形になるでしょ？それをしなくなるためのやつです。まずね、ここ。1,2,3,4,5,6,7 と上がります。で、この8マス目にガラスを置きます。まあ、不等価ブロックですね。じゃないですね。等価ブロックですね。まあ、もしかしたら、7マス目かもしれないです。ちょっともう記憶が曖昧で覚えてないですけれども。とりあえず8マス目にね、置いていきます。はい、じゃあこんな感じでガラス置き終わりました。ちょっとあそこに、乗ってるけどね。で、まああとはね、こういう感じでもう湧き潰しというか、夜間でもね、成長するように松明を置いておきたいと思います。まあ、今回はね、まあ、材料的な感じでね、出れないですけれども、下にね、自動苗木回収とか作れたらね、いいけどね。でもちょっと苗木が4つしかなかったんですけど、とりあえず4つ置いておきたいと思います。ちょっとね、ここから成長するまで置いておきたいと思います。やっとですね、成長しました。ほら、こういう感じでね、まあ、1本だから分かりにくいけど、上、ちゃんと突き抜けてないでしょ。これ、もしかしたら、もう1個下やったかもしれんな。まあ、というんな感じで、木こりがしやすくなりますよという話でございます。今日は実績解除なしです。というわけでね、本日もご視聴いただきありがとうございました。次回はね、ネザーに行こうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。それではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。